スライダー外れた、ボール見極めた、フォアボール、よく見た。そして6番の黒川、富田がよく見ました。ツーアウト一塁二塁、二塁ランナーかえれば同点、一塁ランナーかえれば逆転サヨナラ。今日ホームランの黒川、左バッターチェンジアップですかね、やはりこのチェンジアップを林を三振にしたようにですね、はい、続けていきたいんじゃないですかね。はい、外野が黒川が入ったことで少し深めになりましたが、ただこれどうですかね、守り方としては同点は仕方がないという風になってきているのかどうか。はい、あの外野の守りからするとそういう守りになってますよね。はい、警戒しています。ただ一塁ランナーまでは返したくない、ファウル。今のファウルでこれで追い込みました。さあそしてあのチェンジアップを使ってくるのかどうか。外、そのボールを捉えた、レフト風に乗っている、捉えた、帰ってきました。そして一塁ランナーも帰ってきた、逆転サヨナラ。智弁和歌山準決勝進出。劇的な幕切れ。